おはようございます。最近な、はい、あの、まあ、ドンキはよう行ってんねんけど、はいはい、あの、あそこ。あの、大きいとこですね。大きいとこ、ね、はい、行ってんねんけど、あの、ちょっと凝ってる商品ができました。おこれうまいやん、言うの。あの、ドンキホーテの商品ですか。そうやねん。はい、ドーって書いてる。はいはいはい。あれでな、ほら、これは酒に合うなと思った。お黒胡椒ナッツがあんねん。ナッツ、うん。ナッツの詰め合わせやん。ほうほう。こんな袋で500円ぐらいかな、うん、まあお得やわ、うん、であれ2種類があるんだけど、はい、1個は味ついてへんさ、ね、おプレーンっていうやつですね、ドーのやつが、はい、これはねあんまりいいやねん、言っちゃ悪いけど、で俺はそれはもう買わへんかって、はい、ところが黒胡椒ナッツ、うん、これはうまい、うまい、酒に合う、合う、合う、ほんまに合う。ほんで何が親切言うて、うん、あれドンキの商品すごいなものが普通ナッツ買うたら、あの嫌なもん入ってる、あのジャイアントコーンである硬いやつ、あ、はいはいはい、あれはあかんのよ、歯が弱いから、うん、もうあるしなんであかんのよ、もうで、あんま好きじゃないね、昔からそれが入ってない。おお、なるほど、嫌いなもんが入ってない。そうだから多分俺みたいにあれ食べられへん人の意見をちゃんと聞いてんねやろな。ああ、なるほど。ドンキの商品そうらしいね。おうおう、うん、あれは全然全然だから俺1日で食うもん1袋あ、でもナッツって結構体にいいんでしたっけ、うん、カロリー高いけどね。でも飲みながらずっとなんかあのテレビ見ながらもう一袋食ってもんね。ほうほう。だ買いだめしてるもん俺これ家に。僕もドン・キホーテに唯一行く理由は、うん、あの核のね、うん、2.7 リッターぐらいのこんなやつ、おうおうおう、あれをいつも買いに行くんですよ。あ、売ってる。はい、売ってます。あれやっぱお得ですね。まあそりゃそうやな。ほんでね、うん、あのドラッグストアとか、うん、お酒屋さんより、うん、ちょっと安いんですよ、ドン・キホーテ。そうやで、安いですね。いや、知らなかったんですよ。嘘、知らんと僕ずっとドン、あのドラッグストアとかでこう取って安いは取ったけど、ちょっと安い。ああ、ドン・キホーテの方が安いです。ドン・キはすごいな。はい、すごいわ。いや、最近ちょっともう見直したね。見直した。うん、ちょ、一時な、なんか不信感も取ったね。あなんかね、商品多いだけでなかんちゃう。で、同商品な、はいはいはい、出てきて、はい、あれもぶっちゃけ当たり外れあると思う。あ、な、今回は当たりを引いてよかった、うん、だからそうなったら俺毎日食うねんや、うん、ほんで飽きんねん飽きんねんかよ大体、うん、1ヶ月ぐらいかな。あで飽きんねんけど、でもそれまでは毎日食い倒してもらうから。食い倒す、うん、ドンキはでもいいね。ああ、いいですね、うん、でもね、僕一回そのあのドン・キホーテさんで焼き芋はい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 売ってるでしょ、うん、あ、焼き芋あんねや、ごめん、ね、あ、まだ近く通ってええ匂いしよるんですよ、あれレジのところとかにあるやん。そうそうそう。でも、しばらく食うて、一回購入してみようかなと。はい。だからね、僕の前におばちゃんがおったんだけど、おばちゃんがあれ買ってあげて、中から、ね、芋を出して、うんって言って戻してたそれ見て買うのちょっとやめましたもん。そやな。誰かがやってるかもわからんから。みんなの手垢ついてるかもしれないな。そやな。気づくな。あれちょっと、店員の方もなんとかしてほしいな、お店がなんとか。でもあれも美味しいらしいな、さつまいも。うん、見たんですよね。むっちゃ人気あるって、うん、ただな、ドンキ問題が1個あんねん。これ、これ大事に言いたい。はい。あの、俺行ってるとこだけかもしれんけど、商品の置く場所よ、変わるよね。あ、そうなんすか。うん。あ、もう、だってドンキホーテの陳列の仕方で商品の場所変わったら、もう何が何か分からないんですよ。そう、それをようやるよ。それひょっとして、探さすために引っ張り歩くでしょ。で、いろんな商品また目につくから、購買意欲が。いや、ほんでそれムカムカきとったんや、はい、あるテレビで、はい、ドンキの方が言うてはったのは、宝探しをする気持ちで買い物してほしいということやねん。いや、そんなんしてる時間ないねんな。あ、忙しい人はね。そう、はい、ほな、胡椒買いたい、胡椒あれへんがな、うろうろしたもんあれへんから、もう腹立つからもう買いたってんやだからもうドンキさん、あの、ちゃんと商品はもうあんまり、うん、移動はしてほしくないよ、特にちっちゃいもんはね、うん、お願いしますわ、もうあれがもうな、イライラすんねんだから、うん、これあの片栗粉入ってあれへんやあ、まあお兄さん料理人やから片栗粉しそうか。そんなイライラしすぎて、はい、ほら普通お好み焼きの粉とか、はい、あの横にあると思うやん。ないねや。いや普通は同一陳列でしょ。いや、ないねん。粉もんは粉もんで、そやね。どこあったのもう。どこ、まあ、鰹節の横やで。鰹節の横に片栗粉でおかしいやろ。そうっすね。なあ、そうっすね。誰がこれやっとんねん、もう。鰹節の横やったら、海苔とか。そう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 。そうですよね。ほら、その横にチロンとあんの。ああ、なるほど。あれ、いたずら。それは、いたずらか誰かの。それは発見できないですね、確かに。じゃあ、でも、いたずらかな、もう、ちゃんと並んでん、片栗粉。うん。なんであんなことすんねん、もう。あれ、わからんわ。何やろうな。まあ、宝探しな。宝探しな。宝探しな。確かにな。
それを発見した時にむっちゃ嬉しかった、ここにあったんやっていう感動、はいはい、それを与えるためにやってんのかな、あかもわかんないですね、僕はもうすぐ店員さんに聞く派なんですよ、ところだから聞いても知らん店員が多いね、ああなるほど、わかる、みんながみんな商品の場所を把握してないの、ほら聞いたら、えどこですかねって言われたらまた腹立つよそら腹立つ、そら腹立つ何の服を着とんねんお前はと、なだから結局は自分探すんよ、うん、だからさ、だこれから前に行ってちゃんと見とかなあかんねんけどな、うん、まあでもまあお酒の場所は変われへんかな、ああそうですね、うん、僕もウイスキー買わせる棚はずっと一緒そうやろ、はい、問題はその小物や小物、うん、うん、あれコロコロ変わるね、あとね、あのあそこあの鍋とか売ってるとこ、鍋、うん、何鍋ですか、雪平鍋とかいろんな鍋とか売ってる、そのなんかあのキッチン用品グッズ、はい、とこもちょろちょろ変わんねん、ほうほう、なんかしらなんでやろ、宝探しやそれが宝探しや、宝探しなんですか、宝探しやろ、俺の鍋はもう定位置でいいんじゃない、いやそれが鍋のとこにフライパンあったりすんねん、ほうほう、こそっと変えてんねん、ちょっとだけ、あ、ちょっとだけちょっとこそっと日々リニューアルみたいな、なんかこそっと変えてんねん、普通気ぃつけへんけども俺しょっちゅう言ってるから気ぃつくわ、はいはいはい、またこんなことやりよったまたこんなことやりよったわ最近はなんねんけどね、はい、まあまあこれからもドンキさんお世話になりますんで、はい、はい、今後とも一つよろしくお願いいたします、はい